めっちゃ多いですね。多い、増えた。こんな多いで来たことないですね、多分。あれ、キワイ投げるよりも多分大きい投げる方がいいですよね。多分もっと外でいいんだ。あ、そうなんですか。いつかこの足元やる。はい。根っこあります？あ、行きますね、意外と。ダメですかね。そうですよね、この間のだってあれ見たら怖って。でもそうですね、あ、ここから先ないんですね、木が。あんまり見せすぎやん方がいいんですか。なんかその見せすぎる前に動かすみたいな方がいいんですか。イメージ的にあの低水温やから止めといた方が食ってくるのかなとか思ってるんですけど。あ、うん、止めとく方がいい。あ、いいですか、うん、言うたらこの感覚を早くするじゃなくてこうゆっくり。それでいいと思う。これでいいですか、うん、で、そのバスの視界から一回一回消したいから。はい、適度に動かしてですか。幅は欲しい。あ、感じかな。ただもうちょっと幅作ろうがいいですね、多分。そんな感じ。それぐらい幅あったらよくないかな。そうそうそう、そこが。あ、絡んだ。鯉の跳ねた音じゃなくてですか。鯉か。はい、鯉なんだ。あの音は鯉でした。さっきも跳ねてたんで。ああ、動いてますね、それ。ですかね、もしかしたら。巨鯉とかじゃないと。それでモワンってなった。あのモワンっていうかギワンってなった。え、だってバスやったらめっちゃ悔しいな。めっちゃ釣れず今、あ、今の
今のやばいですね。やばいじゃねえ。めっちゃ出てきちゃったんですけど。いないですかね。トランっぽいかもしれないです。そこまで上がってきてるのかもしれないな。かもしれないですよね、もしかしたら。めっちゃいそうですけどね。でもこの辺やったら流れもそんなそこまで当たってないし。めちゃめちゃ抜くなってたけどな。そうですよね。さっきんとこみたいな直接的な流れ嫌っててもここやったら。外から打っていこうがいいですかね、中から打つ方がいいですかね。外からでいいですか。はい。ゴエガーと違って出てくるビジョンしか浮かばないですね。そうですよね、あれは。これ一緒やけどな。はい。欲しいな。じゃ出てきそうですね。足元から。音が良さそうだけどな。はい。X でな気するけどな。めっちゃ良さそうですよね。いや声出られてもな、でも。
か3匹だったけどな。いてないですね、どうも。あ、そういうことなんですね。あ、さやか、音がこの音一番重要な時になるんで。ってことは今重要なポイント入ってるってことね。多分、はい、うん、いいんちゃう。いつもなってます。来た来た、でかい、でかい。すぐなってます。来た来た、でかい。来た来た、でかい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 、やばバグってるって一匹見て。いや、ありがとうございます、ほんまに。やばありがとうございます。やば、今浮いてきて、だって宙じゃなく食いましたね、こいつ。あんな食い方するんですね。やば、 X でやば、やば、21。あー、ほんまですね、超えてますね、50は。20で50なんですか。21で50ですか。4パチに見えるんですけど。いや、絶対ある、絶対ある。53センチ。え、そんなあるんですか、これ、うん、え、そんなあるんですね。いや、ありがとうございます。もう言うた通りのポイントで釣れるから怖いですね、もう。言うた通りのポイント来たら、いや、もう最高っす。最高っす。いや、嬉しすぎて。いや、さすがっすわ。めちゃくちゃ嬉しいです。よかったよかった。ありがとうございます。いや、ほんま、昨日の下見来たわ。いや、でも、まさやさんのおかげでしかないんで。縦行こうか。はい。まだちょっと、反ってますね、でも。いや、めっちゃいい魚。こんな太いの、何個で釣れるんですね。こんな太いのが。もう、それぐらいの時でも一番いい。いないですね、多分。沈ん、あ、浮いて、あ、浮いてますね、まだ。そんなにしても浸水。まだっていうのが重いはい。はい。